タイトル、ドイツの女性はヒールを履かない。はじめに、ドイツの女性たちは日常生活で化粧をしないことが多いですね。それは化粧をすることが社会的マナーとされていない文化背景から来ています。一方、日本の女性は仕事や家庭での役割を果たしながら、さらに毎日化粧をすることが一般的です。著者はこの日本の女性たちが頑張りすぎかもしれないと指摘します。著者自身は日独のハーフで、ドイツと日本の両国で生活経験があります。大きな経験を生かし、両国の文化の違いを深く理解しています。東京に住み、多文化共生をテーマにした執筆活動を行っています。彼の著書はドイツの女性たちがヒールを履かない理由を通じて、個人主義的で自分らしく生きるドイツの生き方を紹介します。彼らは自分自身の快適さを重視し、他人の意見にとらわれず生きています。この考え方はプライベートや職場で疲れ切っている人々にとって有益なヒントになります。文化の違いはありますが、日本でも実践可能なアイデアが多く含まれており、読む価値のある一冊です。要約本編、ドイツの文化では日本よりもお金をかけずに交流するスタイルが一般的です。例えば夜外出する際、日本では食事を共にすることが普通ですが、ドイツでは個人の食事の好みやスタイルを尊重し、食事は各自で済ませた後、カフェやバーで飲み物だけを注文して雰囲気を楽しむことが多いとのことです。また自宅に客を招く際も、ドイツではカルテス、エッセン常温で食べられるパンやチーズ、ハムなどの提供で十分とされ、手の込んだ食事を用意する必要はありません。著者は東京に住むドイツ人女性たちと洋服交換会を開催しました。これは着なくなった洋服を持ち寄り、友達の洋服を交換するもので、金銭のやり取りはなく、持ち寄った服を試着しながら楽しく過ごす時間となりました。このような交流は持ち物の整理と友人との親睦を深める上に、新しい服を入手でき、経済的負担もない合理的なイベントといえます。ドイツでは睡眠に対するアプローチもシンプルです。日本とは異なり、様々な睡眠グッズにお金をかけるよりも、新鮮な空気を取り入れることに重きを置いています。寝室の窓を全開にして眠ることが良質な睡眠のために必要だとされています。ドイツでは人工的な方法よりも自然な方法を好む人が多いようです。睡眠の重要性に関する認識はドイツと日本で共通していますが、ドイツでは実際に長時間睡眠をとることが一般的です。早寝早起きが社会的な習慣となっており、夜8時を境に休息時間に入ることが多いです。保守的な家庭では夜8時以降は仕事の電話を含めて電話禁止とされており、夜は寝るものという意識が日本よりも強いようです。日本の結婚式は新郎新婦だけでなく、参加する友人たちにも多くの準備と努力が求められることが多いです。余興などの企画には時間とエネルギーを要し、それによって当日の盛り上がりを作り出すのが一般的です。一方でドイツの結婚式では時間やお金をあまりかけずに皆が楽しめるスタイルが好まれます。最近のドイツの結婚式での余興の一例としては、新郎新婦が壁に背を向けて座り、招待客の特徴を映し出し、それに当てはまる人が立ち上がるゲームがあります。このゲームでは見た目の特徴や共通の思い出など、さまざまな要素が用いられます。新郎新婦は立ち上がった人たちの共通点を当てることになり、この過程で招待客同士の意外な接点が明らかになることもあります。このような余興は準備に多大な時間や費用を要せず、参加者全員が楽しめるため大いに盛り上がると言われています。日本とドイツの結婚式では文化的な違いがあるものの、どちらもその国特有のやり方で新郎新婦とゲストが幸せな時間を共有するという共通点があります。日本では結婚できる結婚できないという表現が一般的に使われていますが、これは結婚を能力や成就のように扱うことに対して違和感があります。日本社会では結婚が一人前とみなされる傾向があり、結婚することで親が安心するという文化的な背景があります。一方でドイツでは親世代がよりドライで自由な姿勢を持っています。ドイツの親たちは子どもの結婚や子孫の誕生に対して積極的な期待を持たず、自分たちの趣味や恋愛に集中する傾向があります。これは個人の自由と幸福を重視する文化の表れといえます。結局結婚も子育ても個人の選択であり、その責任も個人にあります。自分の意思を尊重し、社会的な圧力や期待に縛られずに生きることが
ストレスを解放し、自由に生きるための鍵です。自分自身にとって何が幸せかを考え、自分の心に正直に生きることが重要です。日本でもドイツでも、人それぞれの幸せな生き方が尊重されるべきです。ドイツでは家事に関して合理的かつシンプルなアプローチが取られています。整理整頓が行き届いていて、すっきりとした暮らしをしている家庭が多いのですが、それは多くの時間を家事に割いているわけではありません。ドイツ人は家事を機械と人の助けを借りて行うことが多く、自分自身が全ての家事をこなそうとはしません。日本の文化では、母親が全ての食事を手作りするのが当たり前とみなされることがあります。しかし、ドイツでは男女平等が進んでおり、特定の性が家事を担当するという考え方はタブー視されています。ドイツ人は家事が時間を要するものとして捉え、自らが週末に家事をこなそうとはしません。休日は心がときめく非日常的なことを楽しむために使います。このような生活スタイルから、機械や外注を利用する合理的な方法が一般的です。また、ドイツ人は予定を詰め込むことを好まず、スケジュールをあえて空けて何も予定を入れない日を作ることがあります。この時間は自分自身と向き合い、リラックスするためのものです。日本では多忙なスケジュールが一般的ですが、ドイツのように定期的に立ち止まり、自分自身と向き合う時間を持つことは、心身の健康にとって非常に重要です。仕事によるストレスや疲労感は多くの人にとって共通の問題です。その中で週末から週末へ生きるという考え方は、ストレスを和らげ、生活に楽しみを見出すための一つの方法です。これは、週末を生きがいと捉え、平日の仕事の忙しさやストレスに耐える力を得るという意味合いがあります。週末を最大限楽しむためには、それなりの努力が必要です。例えば、休日を楽しむことを妨げるような職場環境からの脱却や、上司からのプレッシャーに対処することが含まれます。現在は難しい状況であっても、将来的にはより良い環境に身を置くために努力することが重要です。ドイツの文化では、週末や休暇を大切にする傾向があります。特に海外旅行は、ドイツ人にとって非常に重要な要素であり、日常からの逃避ではなく、生活の一部として受け入れられています。ドイツ人にとっての旅行は単なる楽しみや冒険だけでなく、日常生活の一部としてのルーティンでもあります。このように、日々の生活と休暇をバランスよく楽しむことが、ドイツ人の生活哲学の一つと言えるでしょう。ドイツ人にとっての散歩は非常に重要な文化的要素です。彼らは歩くことを楽しみ、日常生活の中でちょっとそこまでが数キロメートルの距離を意味することも珍しくありません。ドイツの街中では、比較的人が少ないにもかかわらず、歩いている人をよく見かけます。これは、ドイツ人が新鮮な空気を重視し、それを身体と精神の健康に不可欠と考えているからです。この散歩文化が、ドイツ人の靴選びにも影響を与えています。彼らは歩きやすさを最優先に考え、早足で歩けない靴は好まれません。そのため、ヒールのある靴を履いている人は少ないのです。一方、日本の女性はファッション性を重視して靴を選ぶ傾向があります。デザイン、色、服との調和などが重要な選択基準です。しかし、ドイツでは男女ともに機能性を重視し、靴の選び方もこの考え方を反映しています。ドイツの靴屋では、アパレル店員というより、薬局の人のような専門知識を持った店員が、足の健康や靴に関するアドバイスを提供します。ドイツのオフィス街では、ヒールのないフラットシューズを履く女性が主流です。これは歩きやすさはもちろん、姿勢の良さや腰への負担軽減など、健康面でも利点があります。実際、アンゲラ、メルケル元首相もヒールのない靴を履いていることで知られています。このように、ドイツでは自由に歩けることがスタイルや健康の重要な要素となっています。ドイツの教育システムは、子供の個性や才能を重視する方針をとっています。これは、日本が和を重んじるのと対照的で、ドイツではこの主張が強調されます。ドイツでは、小学校卒業時10歳に子供たちは自分の進路を決定します。大学進学を希望する子供はギムナジウムへ、職人の道を志す子供はハウプトシューレへ進学します。この選択は、成績や性格、本人の意思、教師や親の意見をもとに総合的に判断されます。しかし、このような早期の選択は議論の対象となっており、最近では子供たちを総合学校に通わせ、選択を遅らせるドイツ人も増えています。一方、
日本では努力を重視する社会であり、子供たちに長期間夢を持たせるシステムがあります。学業の成果は努力によって得られるという信念が強いです。ドイツでは子供の将来は早い段階で生まれ持った才能に基づいて方向づけられることが多く、努力よりも才能が重視される傾向にあります。大人になってからの自己実現や目標設定に関しても日本とは大きく異なります。日本人は大人になってから新しいことを学んだり資格を取得したりするのに積極的ですが、ドイツ人は自由な時間を楽しむことを重視し、仕事のような目標設定に努力を注ぐ必要はないと考える人が多いです。休暇や自由な時間を夢見る文化がドイツには存在します。最後にこの本では日本とドイツの文化という違いとその影響について深く掘りされています。 OECD の2021年の調査によると、33カ国中で最も寝ていないのは日本の女性で、これは家事に多くの時間を割くことが一因です。日本では共働き家庭でも多くの家事が女性に依存しており、それが睡眠不足につながっています。これに対してドイツでは家事を機械化したり外部に委託したりすることが一般的です。日本の社会規範や常識とは異なるドイツのアプローチを理解することは、日本の女性にとって新しい視点を提供する可能性があります。またドイツでは結婚や出産が個人の選択として尊重されており、社会的な圧力にノーということが重要視されます。ドイツ人は新鮮な空気を求めて散歩を楽しむことで健康を保ち、靴の選択においても機能性と快適さを重視しています。これは日本の女性が靴を選ぶ際の美観重視とは対照的です。ドイツの教育システムは早い段階で子どもたちに進路を決めさせる才能社会の特徴を持ちます。しかしドイツ人は仕事やキャリアの可能性よりも休暇や恋愛を夢見る傾向があります。この本はドイツの文化と価値観を理解することで、日本の読者が自身の生活や価値観について考える新しい視点を得ることができるでしょう。